ブライトンドーム第19回ユーロビージョンソングコンテストは1974年4月6日にイギリス・イングランド南東部のリゾート地ブライトンドームで行われた。規定通りならば開催国は前年の優勝国ルクセンブルクだが2年連続開催の資金調達は難しいことを理由に辞退。またしてもイギリスが代理で開催することになった。 イギリスの開催はこれで5回目となった。プレゼンターは、ケイティ・ボイルが4度目の登板となった。放送時間、1時間50分。一増一元で17カ国。内数字は、参加回数不参加ながら、中継放送を実施した曲 ORF、オーストリア放送協会、DR デンマーク放送協会、TVM テレビマルタ RV アイスランド国営、放送。 TRT トルコ国営放送フランスは、ダニが出場し14番目にラビア版、サンクアンを歌うことが決まっていたが、4月2日に、ポンピル大統領が亡くなり、オアーティフ、フランス国営放送は、大会当日に葬儀を中継することになったため、急遽欠場することになった。前年度優勝者である、アンヌ・マリー・デビットも、メダル授与のための出席が予定されていたが、弔意を示すため、 キャンセルとなった。番組自体は、一周週,週遅れの4月13日に、フランス語解説をつけた録画を放送した。ARD ドイツ公共放送連盟では、大会を盛り上げるため、2夜連続のプレビュー番組、ブライトン前奏曲を制作。すべての出場者のプロモーションビデオをフルバージョンで放送したほか、出場国の景色等を紹介した。プレビュー番組は、 エブ欧州放送連合が1994年まで必須条件にしていたが、この番組はその規範的存在になった。1970年の方式に戻った。各国の審査員は各10名。自国内で中継放送を鑑賞の上、一人一票ずつ投票。各国の放送局は投票数を取りまとめて会場に電話連絡。スコアボードに加算されていった。 アバ優勝は、スウェーデン代表、アバの恋のウォータールー。自国語以外の言語で歌唱し優勝したのも初めてだが、優勝者として初めて全米チャートトップ10入りを果たしたグループとなった。同曲は、2005年の50周年の記念番組で、歴代優勝者のベスト1に選ばれた。2位のイタリア代表、ジリオラ・チンクエッティの夢は巡り来ては、ある問題を抱えていた。 イタリアでは5月12日に離婚法廃止の是非を問う国民投票を控えキャンペーン期間中だったがこの曲の言語タイトルが SI のため公正な選挙に悪影響を及ぼすと来イタリア放送協会は考えていたこのため同社では1ヶ月間この曲の放送を自粛イタリア国内で自国代表の曲が流れないという異常事態が発生した 言語ファイイコールフィンランド語、ヒーイコールヘブライ語、NL イコール、オランダ語、ノーイコールノルウェー語、シーベルト、イコールスウェーデン語、SR イコール、セルビア語イコール、イタリア語、A イコール英語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコール、ドイツ語、フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、ディガルースラッシュ英語版。 フランス語版、ありがとうございます。